そうか、あそこはもう右か奥からアプローチして本当に嫌だったらねと思ったら攻めちゃった。いやピンが真ん中だったから別に池とかあんま関係ないですよ。池とかグリーンの間もちゃんとあるし、でグリーンの綺麗な花道ぐらいからチャックリした。この時期チャックリするやつはねもう本当終わってる。アプローチ不足です、練習不足です、病気です。まあ病気とは言わない、アプローチやっぱね、やっぱね、本当皆さん分かるでしょ、電気が走るの。いや分からない。俺電気走ったことないの、ボールに当たんないだけだ。前のやつボールに当たんないだけの話で、電気なんか走るわけね。電気が走るのはパター短いパター持った時電気走る、ドゥーイっていう、おいいみたいな。いやアプローチだよ、パターって電気走ったら俺やだ。俺アプローチだもん。いやだから俺長尺使ってるの。電気が走るとか、これ電気が走るとか言ってますけどさ、いやアプローチは電気走ったことないよ。チャックリとかはあるけど電気走ったことないよ。そう、うん、なんパターはあるけど、もうこの時期はだってまずいね。いやちょっとね伸びてきて逆目なんですよ。だからまあ違う、しかも平らなとこじゃなくてまあまあ左下がりなので、あの池に向かって目がいっちゃったから、ね、目がギュッていってて、それにで伸びてるから、うん、あのなんていうかな、この時期って梅雨だし、あの芝伸びるじゃないですか。だから買ったってすぐ入るの分かります、うん、だからね、あの逆目にね、違う、もう右手が硬くなってんだよ、右手首が硬くなってんの。大体チャックリする人はもう右手の使い方下手なの。ってことそういう人は、あの昨日上げた動画を見てください。もう右手の角度 あの やつやってっから、俺もう昨日はもう見て暇もなかった。なんか自分がアプローチうまいみたいな。いや俺うまいもん。言っちゃって、いや俺アプローチうまいもん、普通のシングルの人よりアプローチうまい。そこまで言う。いや冗談抜きで、だってアプローチしかやってねえもん練習。いやー俺もあれだし、しかも朝一であこれパー取らなきゃと思っちゃったから余計なったんだろ、うん、まあ、年取ってくるとだんだん硬くなるのよ。だから硬くならない練習しなきゃダメ。まあいいじゃん、2位だからカウントバックで。でも3アンダーしか出なかったんだ。どんだけやらかしたと思ってんだ。チームほぼいいですよ。じゃあセブンバーで取ったんだ、どっかで。福島さんも取ってるし、うん、僕だって次のバーディーで、うん、で次の3番ホールセカンド入れてるんですよ。イーグル？セカンド入れてる。イーグル？まあいいや、久々のセカンドイーグル、研修生以来十何年ぶり。サンドウィッチだろどうせって。あそこ短いもんな。で前ちょっと前だろ。うるさいな、前じゃない、全フルバックだから、全フルバックですよって言ったって。あそこはそんな長くねえじゃん。いや長いホールだから、2番ホール11番も600ヤードのロングだし、うん、そんなのだってあの短い、あの緑みたいなもんじゃどうせ届かないんだ。そういう考えはね、あの他のところで言ってください。でもね、飛ばない人たちはその600ヤードのロングティーショット見せた瞬間にあのボギーみたいになっちゃうから、うん、ちょっとジョムさん来たよ。チェック入ったか。え、よし、じゃあ行きますか。はい、はい、だって、あー寿司、あのその下からあの動かないでやめてもらえますか。僕がさやってる間何したんですか。え、向こうの冷房の部屋行ったでしょ。違う、あの食事の用紙。
1時間も1時間もいやお前1時間もやってないから1時間もやってないから30分だよえ、あれで30分30分だよあれで30分そうとにかだから着替えてきますよ。なんかやってるあいつ。何しらっとやってんだよ。何しらっとやってんだよ。やってんだよ。何しらってやってんだよ。あ、ドライバーのシャフト入れてる。最悪やこの男だけは。最悪だ。アイアンのシャフト変えるってさっき言ってたけど、ドライバーのシャフト変えるって。変えるって俺聞いてないよ。こんなもんかなって。恐ろしいわ。ふうじゃねえ。48日で仕事してんの。48取れないですね。あ、取れないの、間宮は。あ、そうか。しかもテーラーのネックってあれなんだよな。深いんだよな。どっか行ったと思ったらさ。いや、どっか行ったんじゃないよ。あれだよ。ジャムさんが、さくらになんかちょこちょこ教えてたから。そのあれ映像撮ってた。そうでしょ。そしたらなんかグラインダーの音がウィーンってしてたから、俺って思ってこっち振ったらさ、やってんだわ、ちゃっかりと自分のパッカシシリーズだよ、また。昨日のね、昨日のドライバーショットだと、まあ自分の実力もあるんですよ。何が通らないですよ。化粧は通らない。いや、じゃなくてさ、違うでしょ、クラブじゃないでしょ。いや、だからそのまず竹野の2番ホールの3番ホールのロング、うん、あれはね、左からフェード打てなかったら無理だわ。いや、右からマンフックかもしれない。ハイフックかもしれない。左の OB 嫌がっちゃう。左嫌なの苦手だもんね。俺と逆だよね。何、それ 5X か入れたの。ていうかお前最初 5X 入れてたじゃん。種類が違う。は？あ、それダース？ダース？ダース。ダース。いろいろ試して楽しいだろうね。皆さんのあの忠告通り、アイアンはあのもう違うの入れるそうです。その動画も撮りますからね。高級なブラックコーヒー飲んでんね、ブラッキーだけに。今度試すシャフトですということで、同じマミヤのマミヤの硬いやつだ、重いやつだ。硬くはないですか。105g だ。110です。え？110に次変えるらしいので。かー、本当に多分これが最後です。いや、もう一回変わるよ。間違いなくもう一回変わるよ。もう変えるのがないの。もうスチール入れとけよ。
お前もうやるんじゃないよ、もう。もう今日ダメだよ、もうここ閉めろ早く。だから逃さねえって言ったら、お前のやり直しのシャフトは逃さねえ。そのために日曜日来てんだよ俺は。それは冗談だよ。トリッキーな男だよ本当に。40過ぎてそのもしかしてランニングで来たのそのまま。来るわけないじゃん。そこで着替えましたよ。これで家で出たらな。裸の大将だよお前それじゃあ。誰のイメージで喋ってるんですか。いや誰のイメージでもないよ。あるじゃないですか、福沢ジャストミートアキラとかあるじゃないですか。いねえよ。あの高田純次みたいな。あの新春リコーダーとかで高田純次さんやってたじゃないですか、司会で。ああ出たことあるな。面白かった本当。あれね、高田純次多分ジャムさんと同い年くらいだったと思うよ。そうですよね。そう、うん、普通にこんにちはマイケル・ジャクソンですとか言ってる。最近見ないねテレビで。超面白い。あの暇な時僕だって DVD 借りてきて。抜けてないで。俺がいない時にシャフト抜き替えたりすんじゃないよ。出ました。シャフト抜きの作業入りました。本当に変える気だよ。何それは硬さは一緒なのシャフト前のとちょっと柔らかいの。重さがあるだけ。何ですか。そのシャフト前のと、うん、硬い。じゃ軽くて硬い、うん、で今度新しく入れるのは重くて柔らかい。前使ってたやつですか。何に入れてたの。あ、一回あの、あれだ、あれ JPX に試したやつだ。それでダメだって言ったやつだ。じゃあ今回もダメじゃん。違うんだよ、違うんだ、そういうんじゃない、そういうんじゃない。ヘッドとの相性だから。ヘッドとの相性だ。本格的にアイアンのセット交換が始まりました。何全部出してきてないじゃん。えとりあえず1本変えてみてって感じだ。違う、もう昼だから。やることえぐいわ。何チラ見してんだよ。いや、こういうもんを取るんだよ。俺、今日昼からか、あの、
夜の飯の用意して帰ろうかなと思ったら帰れねえなこれ。今日やりそうだな全部。